ブルーの様子がおかしいんじゃねえか。が、ゴム。おい、ベジータ、これ木が増えてるんじゃねえか。が、が、ぐわ。そんな、まさか、戻ってる。戻ってる？どういうことじゃ。ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することでなんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと。はい、吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。何を。チッ。あ、危ねえ。あの野郎、いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな、俺たちと戦ってからにしたらどうだ。あんなの跳ね返せねえぞ。みんなをベジータこっちだ。みんなと瞬間移動する。よかった、間に合ったか。オラたちは間に合ったか。カカロット、貴様なんでこんな奴らを先に助けやがった。消えてしもうた。地球がなあ、やっとわかった。そうだ、カカロット、貴様はあんなバカの代わりにせっかく助けた仲間を。もう地球も死んだ連中。頼みの綱のドラゴンボールも。何？ドラゴンボール？なんで地球にドラゴン。あれは真面目なナメック星人だけ。そうだ、僕の故郷のナメック星に行けば新しい最長老様戻れますよ。地球もブーに殺されたみんなも。ナメック星です。ご覧なさい、粉々になった魔人ブ。おい、お、はい。やっす。やっぱそいつはさ、
オラたちも自分一人の力だけで戦えてんだ。よく言ったな、カカロット。それこそが、なんであいつ、あの野郎、さっきの瞬間、まあいい、どっちにしてもやるんだ。頼む、みんなを連れてどっかの、はい。くそ、この海王深海はめったなことでは怖い。頑張って。あ、しまった。かまわん、ほっとき。よし、どっちから行く、見ようぜ。じゃんけん、しゃーち。この目で見せてもらうぞ。ああ、行くぞ。ん、お、やろう。始まる。全宇宙の命運をかけた最初の戦いだ。行くぜ。じゃんけん、勝てや。Yeah!
なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭に来るぜ、戦いが大好きな優しいサイヤ人なんてよ。バキャロー、こっちは本場のカメハメハだ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。チキショ、あの野郎体力を減らしやがらねえ。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、ただなかなかチャンスがねえんだ。1分間ぐらい気をためねえとブーには勝てねえ。1分間だな。1分間俺がなんとかやつを食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。1分かかるんだぞ。だったら早くしろ。わかった。切り札はみんなの元気玉、孫悟空最後の一撃。それか、おめえは今死んでる状態だ。もう一度死んだらどうなるのか知ってるか。言っちまうんだ。この世からもあの世からもおめえは存在しなくなる。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし、行くか。たお、ビッグバン、アター。
ブーは消せねえ。ブー！黙って見てたらいい気になりよって、この全世界格闘技チャンピオンのミスターサタン様が成敗してくれる。決まった。夢なのが惜しいぐらい激しく決まった。やっぱし夢でも怖い。どうしたことじゃ、こいつは。あの太っちょの魔人ブーはミスターサタンと仲が良かった。そのブーが体の中にいたから拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです。それでそいつを体外に吐き出したわけか。まあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけど。そうですね。お前が嫌いだ。サタンいじめるな。ブーしゃかかった。今のうちだぞ。まだか。まだ気はたまらんのか。海洋審査地でんでんで、あの玉でこの状況を聞こえるか。この俺の声が。よし、じゃあ今すぐぐかっかしたなめがめガタガタ言わずにさっさとしろ。ベジータどうすんだよ。カカカカ、
貴様、今まで何度地球なんだよ、急に。たまには地球の奴らにも責任を取らせ。デレデレ、待っておったぞ。これはこれは、海王神様もようこそいらっしゃいました。みんな、事情はすべてわかっております。さあ、急ぎましょう。ありがとう。ベジータさん、ドラゴンボールはもう7個全部集まってます。そうか、早速ナメック星のポルンガを呼び出してくれ。叶えてほしい願いは2つ。まず、破壊された地球を元通りに戻してほしいこと。次に、あの天下一武道会のあった日から死んだもの全てを、極悪人を除いて生き返らせてほしいこと。この2つだ。今すぐですか？あの、3つ目の願いは？さっきの2つ以外はどうでもいい。今すぐだ。ベジータ、2つ目の願いさ、ブーに殺されたやつを生き返らせてくれって言った方が分かりやすいんじゃねえか？バカめ、バビディやダーブラとかまで生き返ってしまうぞ。それに、それでは武道会場で俺に殺された連中は生き返れない。おめえ、結構考えてんだな。ダメだ。このポルンガの願いで生き返られるのはたった一人だけでした。その心配は無用じゃ。フリーザのことがあってから、私はポルンガの願いをパワーアップさせておいた。それじゃあ、何人でも？大丈夫だそうです。よかった。さあ、始めてくれ。タッカラプトポッポルンガプピリットパロー。さあ、願いを言うがいい。どんな願いも3つだけ叶えてやろう。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。遠い星、地球が破壊され消されてしまいました。元に戻してください。オッケー、お安い御用だ。一つ目の願いは叶えた。やった。さあ次だ。二つ目の願いを言うがいい。どう言ったらいいかな。ピッポターラ、サリモンポッポ、トッテラッポ。魔導士バビディが地球にやってきた日から死んでしまった人たちを生き返らせてください。うんと悪いやつを除いて。わかった。だが少し待ってくれ。数が多いので大変だ。はい。まだかデンデ、まだ願いは叶わんのか。うるさいの、そうギャーギャーわめくな。ポルンガも苦労しとるんじゃ。お、待たせたな。二つ目の願いは叶えられた。みんな生き返りましたよ、ベジータさん。お、ベジータの頭の上も取れた。生き返ったんだ。よかったな。おめえ極悪人じゃねえって思われてるぞ。
あら？俺って、ブーに殺されなかったっけ？あれ？何がどうなっちゃったんだろう？なんだ、わかったぞ。ご飯やゴテンクスを生き切らせて戦ってもらおうってんだ。違う。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉？元気玉だって？そりゃ無理だよ。ブーが相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろ、たまには地球の奴らにも責任を取らせろと。少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。おい、海王神聞いてるか？地球の連中全員に話がしたい。何とかしてくれ。そいつはわしに任せろ。得意技じゃ。誰だ？この声は海王様だろ。当たりじゃ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙中にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。俺はあるところからお前たちに話しかけている。お前たちは魔人ブーに殺されたが、ある不思議な力で生き返らせてもらった。町や家、すべて元通りのはずだ。だが、こいつは決して夢なんかじゃないぞ。今、あるところでお前たちに代わって魔人ブーと戦っている戦士がいる。だが、正直言って情勢はかなり悪いと言える。そこでお前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ、手を挙げろ。よし、カカロット、始めろ。あ、俺に元気を可能な限り分けてくれ。頼む。そうか、元気玉だ。分かったよパパ。ベジータめらしくない真似をしやがるぜ。ソラ、持ってけ持ってけ。え、あ、うお、来た来た、いきなりでっけえぞ。こいつはご飯たちの木だ。だがまだ完全じゃない。なぜだ。みんな気をつけろ。本当に力を吸い取られるらしいぞ。苦しそうだぞ、騙されるなよ。誰がこんな怪しい声の言うことなんか聞くかよ。こいつバビディとかいうやつじゃないのか。ちくしょうめ、どいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらない。おい、なんでこんな声が聞こえるんだ。ブー、くそ、まずいぞ。デブの方はもう死にかけだ。ちくしょう、何しやがる。やめろ、この！え？くそったれめ、気づかれた。カカロット、俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。
急げカカロット。時間を稼ぐったって、おめえは生き返っただけで火はまだ十分じゃねえじゃねえか。そう長くは持ちこたえられんとは。うかっかっかっ、今の声は、うん、今やっと声の主たちの正体が分かった。あの孫悟空たちだ。彼たちが戦ってくれておる。魔人ブーと、さあウパ、手を天にかざせ。なるほど、そういうことか。ふん、久しぶりに聞いたな、あいつの声も。孫悟空だ、孫悟空だ、スノ。そうよ、絶対そうだわ。ダメだ、ちょっと増えただけだ。なんでだ、なんでみんな分かってくれねえんだよ。早くしてくれ、みんな。もう宇宙もどうなってもいいのか、バカ野郎。なんだと、バカ野郎だと。人に頼むのにでかい態度だぜ。あんなの無視無視。もしかしたら魔人ブーのことも全部本当はなかったんじゃないか。そうか、集団で催眠術にかけられてたのかも。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも聞けんというのか。え、サタン、どういうことなの。サタンだ、ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるってミスターサタンだったんですか。そうだ。俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも
早く力を貸さんか。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。まずあのブーを倒すことが先決だからな。そうだ、フォルンガさん、悟空って人の体力を元に戻してあげることってできる？可能だ。よかった、すぐにお願いします。プピリッとパロー。
もうダメだ。悟空さん、三つ目の願いで悟空さんの木が元に戻ったでしょ。戻ったぞ。サンキュードラゴンボール。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。一対一で勝負して。待ってかんな。俺ももっともっと腕上げて。またな。お母さん！カカロット！父さん！ショーン！やれやれ、手間取りやがって。チッ、嬉しそうな顔しやがって。ほんとムカつく野郎だ。で一体何ができると呼んだんだ。うん、直してくれるんで。なんだと。
と。貴様正気か。いいじゃねえかベジータ。この二人がいなきゃ、俺たちみんなやられたぜ。だろ？確定しろ。どうなっても知らんぞ。ありがとう。本当にありがとう。さあ、ブーを元気にしてから一緒に地球に帰ろう。お前もチクってたっぷり寝てや。こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。地球にはすごいやつらがいるのだから。